ビッグダディの朝は早い。おはようおはようお前ら。おちょ一郎天狗取ったか。ちょっとな、あのお前らには難しい話かもしれへんけどな、ちょっとなこのソフトな、ちょっとあのアップデート切っててな、これ前回ねつつらら雪原のこのステージ3惜しかったよね。これね、あの法則掴んだらねパーフェクトいけるんじゃないかと思うので、ちょっとね挑戦してみたいと思います。どういうことどういうこと、え、ちょっと待って、おいお前、え、お前一郎しかおらへんやんけ。何これ、ほら金分みたいな、金分みたいなやつ、なんだこいつは。ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。ピクセルジャンクモンスターズ2スイッチ版、続きをやっていこうと思います。はい、前回ねつつらら雪原でしたかね、まで全てクリアすることができまして、ただね最終ステージのヤシのバレーへね行くには一つだけねちょっと虹のかけらが足りないということで、今までねクリアしてきたステージの中でまだパーフェクトをね取ってないステージを、まあ見てね取れそうなステージパーフェクトを取って一つ虹のかけらをゲットする必要がございます。じゃあねちょっとね見ていきましょう。ビッグダディの朝は早い。おはようおはようお前ら。おちょ一郎天狗取ったか。ちょっとな、あのお前らには難しい話かもしれへんけどな、ちょっとなこのソフトな、ちょっとあのアップデート切っててな、あのお父ちゃんアップデートしたらな、と甲羅をな変更できひんようになってな、あので初期装備に戻したんや。ほんでなお前バージョンアップによってな、お前ら身の回りで変わったことないか、お困ってることとかないかお前ら。おどうおゴロどう、おん、僕も甲羅つけれへんくなった。いやまあがっかりしてるけど、お前らもともと甲羅つけてないやろ、うん、お前お酒と甲羅はな二十歳を過ぎてからやからな。お前ら他はな変わったことないか、うん、15郎どうや、うん、特にない。いやそれやったらええねんけど、うん、八郎お前なんか変わったことないか、うん、おしゃぶりのフレーバーがちょっと変わったそらお父ちゃん知らんわ。おはようマサオくん、あのなおっちゃんなちょっとバージョンアップしてからな、ちょっと甲羅付け替えれへんくなってしもてな、マサオくんもなんかちょっと困ったこととかないか、うん、大丈夫、何も変わりない、うん、何、うん、森を守ってね、うん、あ大丈夫みたいやなマサオくんな、うん、あどうもどうもトーテンポールさん、あのねちょっとねアップデート来ててね、これアップデートしたらねお宅で購入したねこの甲羅つけれへんくなってしもてね、ちょっと返品したんやけども、うん、うん、返品は致しかねます。いやいやこっちにも生活っちゅうもんがあるから困ってんねやんか、うん、うん、新しくできた水着のお姉ちゃんのお店連れてったるって、もうあんたいつもそうやんか、もういつ行く。はいはい、やっぱりねあのこの当店ポールさんとこでね新たに甲羅を購入してもやはりねちょっとねほら付け替えれないみたいですね、うん、なのでねさすがにねちょっと器の大きいビッグダディでもねちょっとこんな顔になっちゃいましたね、うん。はいはい、ね気を取り直しましてですね、ちょっとね虹のかけら集めに行きましょう。これ前回ねつつらら雪原のこのステージ3惜しかったよね。これねあの法則掴んだらねパーフェクトいけるんじゃないかと思うので、ちょっとね挑戦してみたいと思います。はいはい、こちらのステージなんですが、出てくるモンスターがね基本アチチなんですよね。基本燃えておりましてね動きがすごく早いんです。なのでこの辺にねちょっとねアイスタワーを作ってまずね火を消してあげないといけないんだよね。よいしょ、そしてチクチク攻撃していく、こんな感じかな。これでね一旦お金なくなるんでね、攻撃せこれで火を消すんだよね。火を消さないと相手のね敵の動きがね早いんで。よいしょ、お危ない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 、もう確実に落とせ、あ、ナイスナイス、あっ、危な、もういきなり行かれるとこだったよ。
来るぞ、どんどん来るぞ。もう一個ね、ちょっとアイスタワー作ろうか。アイスタワー足りひんか。キャノンでいいか。そうなんですよね、このね、火がついてたらね、動きがめちゃくちゃ早いんですよ。オッケーオッケー、来るぞ来るぞ。ダディアタックできひんか、まだ。オッケーオッケー、もう一個ね、ちょっとアイスタワー作りたい。お前もう飛んでいったらな、もう過ぎちゃうかな、ウェーブ6ぐらいで、この山の方からね下ってるんだよね、確か。いけいけいけ、削れ削れ。だからこの辺にもちょっといるんじゃないか。うん、一気になだれ込んでくるからね。ほら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 、来たぞ来たぞ来たぞ。ほらほら、こいつこいつらこいつら、このね左ルートのやつらね、もう回らんと直接来るからね、直接来るからね、こいつら。撃て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 、店長先生ナイス。そう、前回ねここでやられたんだよね。これが分かってたらね対策も取れるからいいんだけど。オッケーオッケー、完璧完璧、いけてるよいけてるよ。いいね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 。オッケーオッケー、店長先生ナイス。さあ次がクモとヤドカリがね、ちょっと一気に来るからね、一気に一気に来るぞ、強引に来るぞ、気をつけろ。ナイスナイス。おおおお、ちょっと飛ばされな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 よ。あ、ま、待って待って待って、みんな待って、そう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 、待って待って、直接来るなよ。いけてるいけてるいけてる、あ、ナイスナイスナイス。あとボスだけじゃないか。オッケーオッケー、いけるぞいけるぞ、パーフェクト。でも数でいけ、数で物を言わせ、もうお金とかね、もう使い切れ、もう今回対空いらないからね、対空はもうとことん作れ、とことんとことん作ってけ。あ、そうだそうだ、左から来るんだった。上げて上げて、レベルこいつね、こいつね、来るぞ。よし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 、オッケーオッケー、いいぞいいぞ、いけてるぞいけてるぞ。さあ削れ削れ、削ってけ削ってけ、撃て撃て撃て。ほらほらほら、お前のな行動はな全部読めてるからな。よし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 、いけいけいけ、多分こういくはずこういくはず。うん、あ、もう HP 半分ぐらい削れてるからね。うん、そうそう、ここでねレベル3の大砲と、そしてデンジロー先生、あ、もうだいぶ削れてるよ。オッケーオッケー、いいぞいいぞ、こっちからこっちから来るよ。あ、もう大丈夫じゃないか。完全勝利目前です。よいしょ、よっしゃー、オッケー。意外と簡単だったねこのステージね。うん、オッケー。不機嫌なのは顔だけです。はいはい、つつらら雪原のステージ3のワクワクをパーフェクトクリアです。オッケー。はいはい、虹のかけらゲットしました。これでね、虹のかけらが9つになったので、こっち行けるはずよ。最後のステージね、ヤシのバレーへ行けるはずです。これね、うん、虹のかけらが9個必要だよって言ってます。使いましょう。あ、晴れた晴れた晴れたよ。これか、ヤシのバレー。わー、なんかすごいね。一応まあなんだろうね、この南国チックな感じなのかな。うん、海こそないけどね。うん、じゃあね、このステージ1とりあえずねやっていきましょうか。はいはい、ヤシのバレーステージ1ワクワクです。いつもよりチビが少ないよって言ってるよ。ちょっと待って、うちの家族構成の話だよそれ。うん、あー、なんかね、ちょっとね、南国チックだよね。うん、あ、なんか距離はそこそこありそうだ。え、お家どこ、お家それ。わ、結構ね、ぐるーっと回ってくれるんだね。お家は、あ、結構距離あります。あ、お家そこね。
うん、あれチビはチビおらへんぞ。おい、どういうことどういうこと、え、ちょっと待って、おいお前、え、お前イチローしかおらへんやんけ。お、マジか。ってことは全く侵入を許せないということですね。はあ、特殊ステージだ。え、ここ来るんでしょ確か、こっちの方ね。あー、このヤシの木をね今回は使っていく感じです。いやね、コース長い分ちょっとね変わった動きしてくるやつも現れるぞこれ絶対に。オッケーオッケー。いや、スタートもね、スタート地点もここだけとは絶対限らないからね、絶対こういう風に来るやつもいるよ。そのうち出てくるよ。どこかね、この辺ちょっと右探しとけ。右かお金かないか。ほら、ここあるもん、ここスタート地点が何個かあるぞ。またあんまりね、こっちの入り口みんな来ると思わない方がいいね。ほら、こう来るでしょ、こう来るでしょ、こいつらバカ野郎。どう行く、その右行くの。お金ちょうだい、お金。さあ、どう行く。あ、回ってくれる。オッケーオッケー。これね、あまり通らないところにこのタワー立ててもね、あまり活かせないからもったいないんだよね。オッケーオッケー、そっち取ってくれんやったらオッケーよ。ちょっとね、高低差がないからビッグダディアタックもできないよね。落ちる落ちる、池に落ちんねん、お金が。あ、ガガガガガガガ、なんでお前が落ちんねん、なんでお前が落ちんねん、おい。おい、地味に突破してくるぞ、地味に突破してくるぞ。あ、このボールもあるね、最悪ね。オッケーオッケー。ちょっとね、お家周りも強化していった方がいいのか。今のところね、左上の入り口からの侵入だけですよね。あ、見やったね。この辺置いとくか。どうだろうね、ここ辺、この辺絶対通るんなら伝じろう先生とか作っといても活かせるとは思うけど。あ、なんかちょっと待ってよ、変な動きしてると。またこれ左からは、これ左からも来る場合ある、これ。わ、読めないな、読めないな、読めないよ全然。どこどこ行った。ん、来てない。この辺でやっつけたか。お、待て待て、あ、こんなところから来やがる、こんなとこから来やがる。ここにも入り口あったんだ。次の雲やばそうだぞ。あ、全然届かへんわ範囲が。ちょっとね、ボーナスステージでお金貯めとけ。そしてレベルを上げていく。よしよし。さあ、次の雲がねどう来るか。この上から来てくれるんならね、そこそこタワーが多いんだけど、どう来る。あ、こっちからか。いや、だって間に合わへんわ。どう回ってくるかな。あ、爆発の実発見。爆発の実この辺置いといたろか。よしよしよし。でも前半はね結構いけてると思うんだけど。オッケー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 。あ、対空が来るね。対空が、対空装備は全然してません。どこから、どこから。こっちだ。どう回るかな。これもね、対空読めないんだよね。こいつら道あんま関係ないからね。対空モンスターの軌道が分かれば対空のタワーのね立てる場所も読めてくるんだけど、どう行く。直接こう来そうやな。これは帰れない。これタワーに帰れない。これは、いや、読めないな、読めないな、読めないよね。どこどこ。あそこ。あ、お金ないわ。あか、まあ、何してんねんお前も。足を滑らすにも程があるぞお前。まあ、とりあえずやっつけたっぽいね。さあ、次の8どう来るかよね。まずここかな。あ、対空はこっからスタートかな。だったら読めるけど。撃って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 。できるだけね、ここでね前半で削れ。落とせ落とせ。よし、もうばらまくなコインを。さっきはねこう下通っていったけど、今回上通っていくんだね。どうかな。
ちょ、ばらまくなってお金回収できひねんから、それ。あ、次コウモリか。あ、ここにも実があります。ちょっとね、お家の近くに実を置いとく必要がありそうだ。飛んだ方が早い、これスピード変わらへんか。いや、下からこっから侵入してくることないと思うけどね。一応置いとくか。今んとこお家周り全然ね、北側しか何も触っておりません。さあ、コウモリがどう来る？コウモリどう来る？あ、上だ。上なんだ。うわぁ、どう来るお前ら。どっかレーザー作ったよね。あんま機能してへんのんちゃうか。読めへんな、本当にお前らの動き。どう来る？あ、そう来るんだ。そこならね、対空効いてくるけどね。うん。あー、バルーンも来るね、バルーンも。オッケー。あ、対空、対空、オッケー、オッケー。あー、大体8割ぐらいはこっからかな。よしよしよし。よしよし。無傷もいるぞ、無傷も。こう行くんでしょ、こう行くんでしょ。こっちこう行くんでしょ。オッケー、オッケー、オッケー。そっちに行ってくれるなら、この辺のアロー届くからね。よしよしよし。お、どこ行くね、どこ行くね、お前ら。そっち落ちちゃうぞ。まあよ、ここで撃て撃て撃て。よしよしよし。さあ、ちょっとね、強めのパワーも作っていきたいが、読めないからね。さあ、バルーン部隊がどっから来るのか。バルーン部隊がどっから来るのか。ちょっと中間地点に、ちょっとね、モータータワーって言ってね、これ対地のやつなんだけど、かなりのね、広範囲、これ、攻撃がね、届きそうなんだよね。これ一つ作っとこうか。まだ作ったことないんだよね、これ。アローでまず落とすところからだよね。あ、これ広いわ、攻撃範囲が。すっげえ広い。すっげえ広い。撃って撃って、風船割るところからだからね、とりあえず。うわ、バルーン部隊やばいな。ちょっとアロー増やした方がいいぞ、絶対。アロー増やした方がいいぞ、要所要所に。お金ないけど。やばい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 。お金ないか、お金。からこう来るんじゃないか。うわ、来よるわ。うわ、来よるわ、こっち。あかんあかんあかん、壊せてない、壊せてない、全然。全然壊せてないよ。このアローでもちょっと無理でしょ。アローいるわ。アローいるいるいる。なになに、乗らしやがった、乗らしやがった。あかん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 。え、直接来る、もしかして。まあ、それはないよ、まあ、直接はないよ。あかん。もう。はいはい、リベンジです。だいたいね、わかりましたね。うん。さあ、前半はね、左上のこちらの入り口から来ます。あ、こちゃうわ、ちゃうわ。もう一個上か。もう一個上だ。こっちだ、こっち。そしてこのね、後半にかけてバルーンがめちゃくちゃ来るから、アロータワーをね、できるだけ増やしていった方がいい。さあ来るぞ、バルーン部隊来るぞ。さあ前半でできるだけ割る、そうそう、割る割る、バルーンを前半で割っていく。これはみ、そうそうそう、上、上ね、上ね、上来るね。オッケーオッケー。この辺で一気に割れるんじゃないか、バルーンを。そうそうそう、いけ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 。できるだけバルーンを早めに割る。よし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 、いいぞいいぞ。まだ一匹飛んでるよ。オッケーオッケー、オッケーオッケー、ナイス。さあ次はバルーンのヤドカリです。やつらもね、足速いからね。さあさあ来るぞ。オッケー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 。割っていけ割っていけ。前半でバルーンも割るんだ。ナイスナイス。前半にもね、大地のモンスター来ておく。ナイスナイス。オッケー。いいぞいいぞいいぞ。ちょっとレベル上げとけも。範囲を広く、範囲を広く。落とすよね、お金をね。いけだ、もうお前は落ちやんでええねん。何回言うたわかんねん、お前はもう。さあ、雲か。雲はまあ、アロー効くからね。雲はアロー効くからいいけど。あ、上からか。お、そこでちょっと割れよ。バルーン割れ。オッケーオッケー、前半に割れ。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。
どう来るどう来るお前ら。あ、バリアがなかなか強いね。うわ、バリアがすげえ。おい、こいつら硬いぞ。こいつら硬いぞ。やばいぞ。ちょっと。やばい、ちょ、お前、上げとけ、レベル。どう来るほんで。どっかに伝じろう先生欲しいんだけどね。こっから先ね、僕もまだ知らないウェーブだから、どう来るか分からないんだよね。あ、左回ってくるの。お、やばいぞ、左回ってくるぞ。やばい。こいつ買え。こいつ買えない、これ。A ボタン出てこないね。やばい。お前、赤。ギリギリセーフ。赤、来るわ。ちょっとレベル上げろ。やかか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 かはいはい、もうね、何度も、繰り返しやっておりまして、試行錯誤をね、繰り返しております。このね、ウェーブ14、15ぐらいからがね、本番と言っても過言ではない。これね、ウェーブ20ぐらいまでね、あるっぽいですね。かなりね、ヤシのバレー、まあ、最終のステージの方なんで、ボリュームがすごいよね。うん。さあ、まず第一の難関。この雲がね、防御力が高いプラス動きが速いんだよね。これをまずどう落としていくか。これ、ね、右側にもね、伝じろう先生作っております。そうそう、対地上になった後でもね、防御力がすごく高いんだよね。削れ、すごい防御力。伝じろう先生でね、結構削らないと。いけ、伝じろう先生チャージ遅いからね。さあ、やばいぞ。戦闘集団が曲がってくるんじゃないか。行かして。で、ここのね、ファイヤータワー効いてへんぞ、おい。ちょっと待って。あかん。実力行使。頼む。ナイス。アップだ、もうここで何回もやられております。はい。なんとかなったね。ここ、伝じろう先生いるんじゃないか。きついわ、ここ。オッケー、なんとか守りましたよ。このファイヤータワー仕事してくれなかったね、全然。さあ、空中部隊が来る。それはね、このレーザーレベル4でね、全然いけてるんだよね。オッケー。体勢を立て直せ。いけてると思うんだけどね。さあ、バルーン来るよ。このヤドカリもね、割と足早いからね。いけ。打てこいつらもね、割とね、この原種だけどね、硬いんだよね。もともと防御力が高いんだよね。まあでもここは大丈夫でしょ、普通にね。伝じろう先生とどめぐらいじゃないか。こいつらは脅威じゃないんだけどね。オッケー。ジェム落とさないか、ジェム。よし。ナイス。オッケー。ほんでね、対地上にね、気を取られまくってたら、次のね、ウェーブ18のこの8にね、こう抜けてこられたことあるんだよね。ここ抜けてこられたら、この辺ね、もう対空の装備してないんだよね。というのも、ここまでね、敵が攻めてくるっていう想定をしてないからね、そもそも。いやー、ボスまでね、まだ1回も行ったことありません。おそらくウェーブ20ぐらいでね、ボスじゃないかと思っております。レーザーがね、仕事してくれてそうだね、この左上のね。オッケー。今のうちにゴール前を固めていく。オッケー。さあ、バルーンが来るよ、バルーンが。何？次の次、ボスっぽいね。これ、対空の敵じゃないか、ボス。なんか羽生えてるっぽいぞ。気持ち悪。これ、対空か、もしかして。まずいぞ。対空装備あんまりしてないからね。割とね、ボスはね、対空、対地、両方の攻撃がね、効く場合があるんだよね。その辺のね、法則、今だに僕分かっておりませんが。オッケー。レーザーをね、ボス来る前にレベル5にしときたいね。今回お金はあるけど、ジェムが少ない。前半の固め、レーザーをね、ここでレベル5にしておく。
5がね、マックスなんだよね。これも上げときたいな。多分ね、こいつは大丈夫だと思う。電磁の先生もいるから、ほっといても。とにかくね、レベル上げて、まあ、ただボスがこっから来るとは限らないんだけどね。おそらく、この上か、このこっからか、どっちかだと思うんだけど。全然関係ないとこから来ないでしょ。オッケー。お、いけてるぞ、いけてるぞ。オッケーオッケー。ん？お金消えちゃった？お金よりもね、ジェムが欲しい、ジェムが。ジェム落とさないね、本当に。あ、来るぞ。ボス準備してるぞ、もう。オッケー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 。さあ、どういう風に来るのかによるからね、はっきり言って、ボスが。いや、天智の先生、これレベル1か。あ、ここ上げとかなあかんわ、絶対。さあ、ボスがどう来るか。このね、ファイヤータワーもね、仕事してほしいよね。もう木の実とか使っちゃったからね。オッケー。さあ、どう来る？ボスどう来る？あ、こっちから雑魚来てるということは、こっからだよ。あ、やっぱそうだ。これ前半のレーザーでやってしまいたい。なにこれ？ほら。こいつほら、なにこれ？ほら。金分みたいな、金分みたいなやつ。なんだこいつは。気持ち悪いぞ。レーザーでいけてんじゃないか、でもほら。レーザーで。お、効いてる。あ、太一上にあった。金分が落ちた、金分が落ちたぞ。いけ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 。ダディアタック無理、ダディアタック無理。ダディアタック無理か。ちょっと高さが足りない。あ、太一になったね、太一になったね。こいつらなんか抜けてきてるぞ、勝手に。オッケー。撃てよ撃てよ、お前らもチク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 いけよ、チクチク。ほとんど効いてないね、この。アロータワーは。さあ、どんどん作っていく。足はね、遅いから、まだマシだね。ただ、絶対どっかのタイミングで、空飛ぶと思うんだよね。あ、ジェムが一つ足りない。でも、半分以上削れてるけどね、なんとか。そのまま徒歩モードで来てほしいところ。だったらね、この、伝じろう先生を止めさせるんじゃないかな。あ、召喚してきたよ。この辺、対空のね、タワー立ててないからね。まずいぞ、どう来る？そこ曲がってくんなよ。なんとかいけてます。伝じろう先生でね、なんとかやりたい。ダディアタック。あか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 。もう、この際お金はいい。お金はいい。お金はいいから、もうダディアタックせ。削れ。伝じろう先生とダディアタック。いけ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 。削れ。ほらほらほら。いけ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 。ボスさえ倒したらね、ボスさえ倒したら、もうザクはね、いいから死ぬから勝手に。いけ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 。あ、なんか、え、ちょっと待って。なんだなんだなんだ。突破しきてないね。お、レーザー頼むよ、レーザー。レーザー頼むで。もう倒せる、もう倒せる。いけ、とどめさせ、ダディ。とどめさせ、あか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 。とどめさせ。ダディアタック、とどめさせ。いったい。よっしゃ、来た。やったー。やった、やりました。あー。もう5回ぐらいこのステージあったんじゃないかな。よっしゃ、よっしゃー。はいはい、ヤシのバレーのレベル1ワクワクです。時間かかりましたねー。うん、まあね、そら、チビがね、1匹しかいないんで、どっちにしろ絶対パーフェクトになるんだよね、ここ。はいはい、虹のかけらもね、ゲットしました。ただね、ここ最終ステージなんでね、次虹のかけら何に使うんだろうね。ちょっとわかりませんけれども、まあね、ステージ2が現れましたね。うん、おそらくこの最終ステージも、まあ、ステージ3まであるんじゃないかな。まあ、難易度がね、相当上がってきております。ボリュームもね、すごかったよね。一筋縄じゃいかないですね。はい。ということで、今回ね、ヤシのバレーに突入いたしましてね、ステージ1をなんとかクリアいたしました。さすがにね、最終ステージということもあってね、難易度もボリュームもすごかったよね。なのでね、今回ね、トータル2時間半ぐらいね、収録してましたですね。はい、ということで、よいしょ。はい、この先ね、まあ結構ね、難易度は上がってきておりますが、エンディングまでね、また近いのでね、頑張ってやっていきたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価、よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。